皆さん、こんにちは。今回は、足し算の微分に関して、演習問題を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。公式を3つ確認しましょう。まず、1つ目の公式です。y イコール kfx という式を考えます。k は定数を表しています。この式を x で微分すると、次のようになります。次に、 二つ目の公式です。y イコール fx プラス gx を x で微分します。すると、次の式が得られます。次に、三つ目の公式です。y イコール kfx プラス hgx を x で微分します。すると、次の式が得られます。例題一に取り組みましょう。 答えを解説します。まず、定数の2をそのままにして、x の3乗部分を x で微分します。この式を計算すると、次のような答えが得られます。例題2に取り組みましょう。答えを解説します。 最初の項から順々に x で微分していきます。この式を計算すると、次のような答えが得られます。例題三に取り組みましょう。答えを解説します。最初の項から順々に x で微分していきます。この式を計算すると、次のような答えが得られます。 最後に、学んだ問題をチェックしてみましょう。一つ目です。二つ目です。三つ目です。もし、どこかにチェックが入らなければ。もう一度、動画を見直して学習しておいてください。